皆さんこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。今日も奈良時代の話みたいね。そうですね。今回は今まで触れていなかった東北地方の話をしたいと思います。東北地方、大和政権というのは当初畿内より西側を支配権とした国家でした。その後に支配権は徐々に東に拡大し、現在の関東や越後といった地域を取り込んでいくことになるわけですね。5世紀末の有楽天皇の頃にはすでに現在の埼玉県あたりも支配していたことが出土品から確認されています。そこよりもさらに東北の地の話というわけね。そうです。そして中央の人はこの東北の地にもともと住んでいた人たちのことを恵比氏と呼んでいたわけです。大和政権にとっては支配権外の地ではありますが、人的な交流はすでに行われていました。ということは当時は東北全体で一つの国みたいな感じだったということか。いえ、恵比氏と呼ばれた人たちが一つの国家を形成していたわけではありません。当時の東北地方はそれぞれの区域や集落などで部族を形成した諸勢力が混在していたと考えられています。恵比氏というのは大和政権がそれらを一括りにした呼称というわけね。そういうことです。もともとは日本全体がこんな感じだったわけですが、大和政権の支配下に組み込まれて行きました。そして本州で最後に残っていたのが東北地方ということだな。そうです。そして飛鳥時代から中央政権の東北進出が急速に進められるようになるのです。この頃に東北進出が活発になったのは何かきっかけがあったの？そうなんです。飛鳥時代以前の大和政権は、各地域の有力者を国の宮司という役職に任命し、統治の支配を委任する形をとっていました。ところが中の上の王子らによる大化の改新以降、地方の政治も国家の主導で行う中央集権化への転換が図られます。そしてこれまで地方豪族に委任していた体系に代わり、中央から国司を派遣して管理するようになります。これによって地方政治も中央政府の意思が反映されることになったわけね。そういうことです。各国からの徴税や徴兵がより具体的に実行できるようになったわけですね。このことは大和政権の支配権の拡大にもつながります。主に東北から兵を集めて現在の新潟県や福島県などに進出することになります。そして進出した先で、城柵を設置し、統治の管理に当たるわけです。城柵は軍事施設としての役割もありますが、その地域を管理する国家の意味合いが強い施設です。進出後に中央から偉い人が派遣されて政治を行う場所というわけだな。そういうことです。そして開拓には人手が必要ですので、城柵の近くに柵子と呼ばれる人々を関東などから移住させています。そして斉明天皇期には派遣された阿部の比羅夫が日本海側を北進し勢力を拡大します。奈良時代になると日本海側は現秋田市付近まで、太平洋側は現宮城県の大部分が勢力下に置かれることとなります。そして724年、大野の東人により多賀城が設置されます。大野の東人って前も出てきたな。はい。藤原の広次の乱を鎮圧した政府軍の対象として前の動画でも出てきましたね。実はそれ以前の東北地方での職歴が長い人物なのです。彼が後年に広次の乱鎮圧を任されたのもこの頃の遠隔地での仕事ぶりを評価されてのことです。大野の東人が設置した多賀城には国府や鎮守府が置かれ、東北地方の政治、軍事、文化の中心地となります。北の太宰府とも言える重要拠点です。東大寺の大仏造流で金の調達に苦心していた聖武天皇に向けて、陸奥で金が見つかった、との一報もここからもたらされたわけですね。ところでさ、ここまで聞くと中央政府の東北開拓は順調に進んだように聞こえるけど実際そうなの？それが今日の本題です。先ほど言ったように東北地方は一つの国ではありません。各地域集落の部族が混在する地域です。つまり一箇所を攻略したところで終わるわけではありません。これら一つ一つの勢力を取り込んでいく必要があったわけですね。めっちゃ時間かかりそうだな。しかし、奈良時代の途中まで政府の進出は概ね順調だったと言えます。政府は各勢力と交戦することもあれば、時には懐柔して取り込んだりもしました。抵抗する恵比氏もいる中で、政府に協力する現地勢力もいたわけね。そうなんです。政府の側についた現地勢力のことを、府衆、と言います。府衆。彼らは交戦せずに政府軍につき、府軍、として共に戦うようになります。政府も彼ら府衆を重宝しました。府衆の働きかけによって近隣勢力を懐柔したりもできたからです。そや戦闘を起こさずに前進できるのなら願ったり叶ったりだものね。政府は府衆となる現地部族の主張に高い官職を与えて優遇します。
交戦するよりもこうした感触をもらって暮らす方がはるかに得だと印象付けていくわけですね。現代にも通じる勧誘法だな。そしてこの不朽の代表人物だったのが、コレハリのアザマロです。コレハリ、アザマロ。アザマロは、現在の宮城県内陸北部の栗原市付近に勢力を持っていた恵美氏の族長だったと考えられています。そして政府が統治に進駐した時、アザマロは交戦せずに帰順することになります。さっきも出てきた不朽の一員となったわけね。そうです。政府はアザマロの領地だった多賀城の北50キロのところに維持城を築き、アザマロもここを本拠としたと思われます。アザマロは政府の東北経営に協力し、近隣恵美氏の征討や懐柔を行ったわけです。政府はアザマロの働きを評価して厚遇します。778年には恵美氏の征討の先行を称されて、芸樹五位の下の位階を授かっています。これは当時の地方在住者として最高の位です。これによってアザマロは肝心と同様の身分を得たわけです。基準した恵美氏を厚遇することで東北進出を進めていった代表例って感じね。そう思います。ところがです。これまでおおむね順調だった政府の東北進出は奈良時代の終盤あたりから雲行きが怪しくなってきます。どういうことだい？先ほど言ったようにこの地域は部族が混在した場所なので、恵美氏と呼ばれた人たちに東北全体としての国家観はなかったと言われています。なので政府が進出してきても、この地を守ろう、とはならず、アザマロの例のように、利があるのなら政府に協力しよう、という考えも多かったわけです。これによって政府も順調に進出を果たせてこれたわけね。そういうことです。しかし、いざ大和政権下に入ってみると、徴税だったり労役だったりこれまでなかった負担というものが発生したわけですね。国民の義務だぜ。まあこれまでの右近や狩猟で生活してきた人たちからすれば国家の国民という立場は理解できないことも多々あったのでしょう。次第に自分たちの元の生活を守るという機運が発生してくるわけです。こうして政府に対する反乱が増発するようになるんですね。774年、政府の削城で現石巻市にあった物尾城が恵美氏の襲撃を受けます。これを皮切りに各地の恵美氏が反乱に呼応し、平安時代まで続く政府と恵美氏の戦い、38年戦争が始まることになります。これ以後、伊沢地方が恵美氏の拠点として意識されるようになったと考えてください。後年の坂の上の田村麻呂はこの地域の恵美氏と争うこととなります。さて、物尾城の襲撃を皮切りに恵美氏の反乱が増発したとお話ししました。38年戦争の発端だったな。そうです。しかし、この後4年ほどで事態は一旦は収束することになります。そうなの。はい。そしてこれらの反乱鎮圧に協力した人物が、コレハリのアザマロ、だったのです。アザマロは恵美氏の反乱が増発してもなお政府側として活動していました。先ほど紹介したアザマロが官位を授かったのもこの反乱鎮圧の功績だったわけですね。恵美氏による反乱の機運が高まってもなおアザマロは政府側の人物として活動していくわけね。それが身のためだと思うぜ。アザマロは引き続き政府側の官人として活動した。そうはならなかったんですね。え、どういうこと？平安時代まで続く政府と恵美氏の38年戦争、次に反乱を起こしたのはなんとこのアザマロだったのです。アザマロは政府側の人間としての地位を得ていたでしょ。何の不満があったっていうわけ？確かにそうだぜ。アザマロの反乱理由は他の恵美氏のような生活を守る戦いとは違ったと考えられます。官職を得てアザマロという和名までつけて恵美氏と戦った彼が今になって生活を守る戦いをするとは思えません。職人本義によると、アザマロが反乱を起こした理由は、個人的な怨恨からだったと伝えられています。個人的な怨恨。つまりアザマロの乱に関しては、他の恵美氏の反乱とは起因するところが違うわけです。この頃、この地域を監督していたのは陸奥阿関の木野広澄という人でした。この広澄をトップとして、陸奥国司の大友の松名、さらに軍事の道島の大盾といったメンバーで統治を行っていたわけです。そしてアザマロも広澄の部下として共に活動していたわけね。そうです。簡単に紹介すると、これらの役職のうち、阿関と国司は中央から派遣された人たちです。一方で軍事とはその地域で任命された世襲みたいな役職だったわね。そうです。なので軍事の大盾と不朽のアザマロは現地の出身者というわけですね。そしてこれらをまとめる阿関の広澄は相当に優秀な人物だったと伝わっています。さらに広澄は協力してくれるアザマロをとても信頼して、気を許していたと言われます。いい関係じゃないか。ところがです。どういうわけかアザマロの方は広澄を嫌っており、表面上は媚びて使えるふりをしていたのです。この理由はわかりません。
さらにアザマロは、広住以上にとある人物を憎んでいました。誰よ？軍事の大盾です。道島の大盾は常日頃よりアザマロを、イフ、として侮辱していたため、アザマロから憎しみを持たれていたのです。いや、軍事も田舎者でしょうに。こういう理由からアザマロは広住と大盾を憎んでおり、反乱を起こしたと食日本儀には書かれています。これが本当ならまさに個人的な怨恨だな。そしてことが起きたのは780年、光仁天皇の時です。一行は新たに格別城という柵城を建設するための準備として、伊地城に入りました。一同は同じ城に出張していたわけね。アザマロにとっては計画的な行動だったと言えます。アザマロは自らが率いていた府軍を動員して、まずは自らを侮辱していた道島の大盾を殺害します。そしてすぐさま上官の木の広住を取り囲み、こちらも殺害してしまいます。そして残る要人は、ついに大友の松名だけになります。そしてこの松名さんも殺されたと。いえ、松名は殺されませんでした。あら、そうなの。大友の松名は殺されなかったどころか、アザマロの従者によって多賀城まで護送してもらうんですね。松名さんはアザマロに恨まれていなかったから助けられたわけか。それもあったかもしれませんね。しかし実際には、多賀城をアザマロ軍に明け渡してもらうための準備に向かわせたものと考えられます。松名は多賀城に戻ったものの、アザマロ謀反の知らせで多賀城周辺は大混乱となります。多賀城周辺の民衆が助けを求めて城内に駆け込んできたと伝わっています。結局、松名はアザマロ軍の襲来を恐れて裏門から逃亡することになるのです。そして数日後、ついにアザマロ軍が多賀城に押し寄せ、物資を略奪し城を焼き払ってしまいます。アザマロの反乱によって政府軍は伊地城や多賀城といった重要拠点を消失することとなりました。で、このアザマロの反乱の情報は都に伝えられたの。この事件の知らせは、朝廷に大きな衝撃を与えます。天皇の現地代理人である阿是知が殺害され、国府を消失したことは国家や天皇の権威を損なうものです。光仁天皇によってすぐさまアザマロを征討する命令が下されます。この時に征討大使に任じられたのは藤原の継忠という人物でした。しかし、継忠は準備不足を理由にして、一向に現地に向かわなかったんですね。いや、それって許されるの？まきびのじいさんが聞いたら呆れるぜ。結局、副使だった大友の増立が軍を率いることとなり現地に向かいます。しばらくして現地に向かった増立からこんな連絡があります。まずは兵糧を十分に蓄えます。それから5月下旬に国府に入って敵をよく観察します。それでもって然るべき時期になればその時に征討を行おうと思います。なんかやる気なくない？しかもこの報告を最後に増立からの連絡は途切れてしまうんですね。さすがに光仁天皇も呆れてしまい、強めのお叱りを発しています。それでも結局反乱が起きてから半年もの間、征討軍は何の成果も上げられません。ついには増立も更迭し、賛議だった藤原の小黒麻呂を現地に向かわせました。なんか今回の朝廷軍はだらしないな。まだまだ、この後に向かった小黒麻呂も結局大規模な軍事作戦を展開できないまま終わってしまうのです。このように征討軍が具体的な軍事行動に着手できなかった要因は単純に兵力の不足が理由だと言われています。先の物尾城襲撃を発端とした反乱の際はアザマロなど政府に協力する現地軍の協力で鎮圧できたわけですが、今回はそのアザマロが相手です。結局、東北経営はアザマロのような不襲の協力ありきだったわけですね。それらの勢力が敵に回ってしまった今、現地における政府の兵力は乏しいものでした。アザマロの反乱を機に政府の東北進出は暗礁に乗り上げてしまったのね。これまでの懐柔政策から正面衝突せざるを得ない状況になったわけです。小黒麻呂も戦果を出せずに帰郷します。そしてこの時すでに光仁天皇は上位し、桓武天皇が即位していました。そして桓武天皇の時代は、不襲の助けを得られない政府と蝦夷の全面戦争の時を迎えることになるのです。結局、この反乱を起こしたアザマロのその後の消息は不明です。アザマロの反乱は秘書の通り本当に個人的な怨恨によるものだったのかもしれません。しかし、結局はこの反乱が元でこれまでの政府とそれに協力する不襲との関係は崩壊し、坂の上の田村麻呂に代表される全面戦争の時代へと切り替わる契機となります。これ針のアザマロは重要な起因を作ったと言えますね。ついに話が平安時代にまたがってきたわね。次回もお楽しみにだぜ。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。